はいみなさんどうも MT です。今日は末の1の2の2集合と論理、論理条件と集合の対応をやっていきたいと思います。内容はこちら。命題の演算の性質、そして心理集合と条件集合の対応関係を見ていきたいと思います。 いや、1の2のに来ましたけれども、要するに実はこれが全てやりたかったんですね。集合の定義は結構長かったです。性質もたくさん見ました。補助原理なんておまけも見ましたね。で、前回の1の2の1のところ、まあ、命題の性質とかいろいろ、待遇とかいろいろ用意しましたけれども、これは全て、まあ、要するにこういうものの名のもとに全てをやっていくみたいなことなんですよ。なので、これが非常に一つの通過点と言いますか、ゴールと言いますか、まあ、そういうところでございますので、ぜひとも最後までご覧ください。チャンネル登録、高評価ボタンよろしくお願いします。 はい。というわけで、一つ目、命題の演算の性質見ていきましょう。今わーって書きましたけれども、落ち着いてください。もうすべて知っていることばかりです。では、なぜ扱うのかというと、集合との対応関係を見ておきたいので、命題とかね、集合とのほとんど同じことができるということを、ぜひとも見ておきたいということです。で、先にちょっと注意しておくと、ここではあえて命題について、で、条件についてではなく、命題についてだけ述べておきます。条件についてちょっと、この辺が危ういところを含んでいるということを、まあ、ぜひとも発展法則項目で聞いてください。というわけで、ここでは、まあ、命題について述べておきます。いきましょう。一つ目、結合法則ですけれども、P 活9活あるいール P、Q 9 P またたまあ言葉で言うと全く同じなんですけどこういうことが成立するということですね。これのありがたいことはこういうことが成立するから僕たちは何の気なしにこういう風に書いて良いことが理論的に裏付けられているわけですね。これれがなければ これがどっちから計算しているのか分かんないわけですよ。まあ、この辺については集合とかね、代数演算とか法でも同じなわけです。こういうことが、まあ、こっちから計算しても、こっちから計算しても同じだから、何の気なしにこういう風に書けるということと全く同じなわけですね。というわけで、またの方も全く同じです。そして、交換法則いきましょう。これ P、P カ Q との Q カツ P ね、P またー Q、Q または P との同じということですね。で、次に、べき等、カッコ3番ですけれども、べき等は P カツ P というのは P、P マター P のこれもまあいいでしょう。まあ、集合の方で知ってるんだね。結構飛ばしていきます。で、こちらもそうです。集合の方で、 こういうふうなことを書きましたけれども、P と Q というのがこんな関係にあるわけです。そうすると、P かつ P または Q、P かつ P または Q というのはこっちになるし、P または P かつ Q、P または P かつ Q ですからこっちに吸収されるというような言葉なんですね。で、ここで言った話は区切るみたいなことは集合の方でもちょっと触れましたので、そこは発展補足項目だと思うんですけど、もし興味のある方、こことここにはちょっと間がありまして、この4つがまあ割合順序という言葉では結構重要だということですね。で まあ、性質としてはこちらの方がよっぽど重要で、ドーモルガンの法則と分配法則というわけです。ドーモルガンは P かつ Q の否定が P でないまたは Q でないということですね。英語で90点以上取って、かつ数学で90点以上取った。 ということの否定は、えー、っと、英語で基準点を取らなかったか、もしくは数学で基準点を取らなかったかみたいなことですよね。まあそういうようななんか、ゲーセンはな例で紹介いたしました。そういうようなこと、は、全く対応してるんですね。で、分配法則もそうです。p かつ q または r というのと、これが分配されるということで、p と q、p と r っていうのがこちらに来ていて、ここの演算がこっちに間に来ている。まあこちらも全く同じですね。まあこれとこれはデュアリティというような言葉なんですけど、かつとまたはというのがある種デュアリティになっているみたいなことは、まあちょっと発展法則項目の方に回しましょう。というわけで、基本的にこの辺はおさらいです。扱った理由も集合と完全にパラレルなことが でででききるとととといいいいううちょっと喜びは見てたただきたいということの助ですねで本格的にじゃあなぜそうなのかという話は丸2番の方集合と条件の対応を見てくださいいきましょうはいというわけで本番ですね条件の心理集合の話をしていきたいんですけれども ここではですね、はい、じゃあ、条件な修理集合はこれですって言っても、あんまり即計ないので、次のような考え方で行きたいと思います。条件が与えられたら集合が作られて、集合が作られれば条件が作られるということを知ってください。で、もちろんこれ証明していくんですけれども、このプロセスの中で、この証明のプロセス、考え方のプロセスの中で、自然と心理集合というものは考えられるということをですね、ぜひとも身につけていただきたい。つまり、まあ、事実として条件のに対して心理集合というのはどういうものかというのは知っておくことは重要ですけど、それ以上にやはりこういう全体の流れを追っていくことの方がよほど重要なので、ぜひとも押さえておいてください。 では行きましょう。 では、まず集合から条件を作る方からやっていきましょう。集合を考えるにしても、条件を考えるにしても、実は全体集合というのがもう画期的というか、もう絶対的な条件だったということは思い出してください。この全体集合の中で集合というものを考えるというのはこういうことでしたね。この U の中で、まあ、持ってくるなんか台座を決めるという話でした。というわけでこういうようななんか集合を取ってくるわけです。これに対して条件を作るということを考えます。でこの条件というのはこの全体集合の中では、例えば PX みたいなのを書いたときに、この X というのはユニバースの中の、この全体集合の弦を考えているわけですね。 で、こういうような枠組みの中で、集合を一つ取ってきたら何か条件を作ってやろうというわけなんですね。どういう風に作るのかというと、もうこれは種族の簡単で、X は A に入っているという条件を考えるんです。これ一つの命題関数ですね。X を与えるごとに A に入っているか入っていないかは原理的に分かっている対象ですから、これは一つの条件になっているということなんですね。というわけで、まあ、X が A に入っていないというものの命題、まあこれが条件の否定ですけれども、こういう風になるわけですね。というわけで、一つ集合を与えたら条件が得られました。 逆っっててみみままししょょうう条件から集合を作ってみましょうどういう風になるかというと、今度はやはり同じように全体集合、まあ最初から固定しろよって話なんですけど、まあ全体集合を考えておきましょう。この時に条件というのは、例えば PX みたいな対象なわけですね。この X は U に入っている。これを1つ取ってくるわけです。まあこっちはこれを1つ取ってきたわけです。で、ここから何か集合を作ろうという話なんですね。どういう風に作るかというと、U という全体集合の中の、なもこれ書く必要もないぐらい全体集合というのは今、もう支配的なものですけれども、この中で、 x は p x を満たすものとして持ってくるわけですね。俗にこれは x はとか書かずに p x と書くだけなんですけれども。この意味は x は p x を満たすということですね。というようなことなんです。つまり、まあ、なんか何言ってんのって感じだと思うんですけど、集合があれば。集合に属しているということで条件がやられて。条件が与えられたら、条件を成立させる。 というような弦が出てくるわけですね。まあ、具体例見た方が分かりやすいかもしれません。まあ、ここまで来れば次のようなことをやっているということです。つまり、X が正であるというようなこの条件式。まあ、こっちから行きましょうか。条件式を考えたとすると、これはまさに実数全体を二分しているわけですね。こちらの集合を考えているということにすぎません。これが今、A っていうか、まあ、これが出てきたわけですね。一方で、ここに属しているようなものを持ってきたら、それはまさにこれであると。まあ、言い換えにすぎないわけですね。まあ、たったこれだけなんですよ。なんか言われてみたら、それはそうだろうって感じがすると思います。集合を取ってきたら、 それに属しているようなものを取ってきて条件になるし条件を取っていければそれを成立させているような原を持っていければ集合が出てくるということなんですねで、こういうような集合のことを Px 条件 PX の心理集合というんですね PX が真であるような集合のことです条件の心理集合という言い方をします さてていかかかがでししょょうかもううもつほど言っておきましょうかこの対応によって実は条件と集合というのは完全に一体したいをするということも見ておきましょうか例えば集合 A を与えて条件 PX を考えましたでこの条件をこの対応で戻しています集合を作っていますそうすると何が得られるでしょうか それは実は A が得られるんですね。それはもうそれはそうですよね。A に対して A に属しているという条件を考えて、これを成立させるような、A に属していると成立させるような弦をユニバースの中から取ってきたら、もちろんこのユニバースは今同一のものを考えていますが、それはまさに A が出てくるというわけなんですね。逆に条件を考えて、心理集合を考えて、この集合に対してさらに条件を考えると、実は PX は PX に戻ってくるというわけなんですね。こういう意味で、条件から集合が得られ、集合から条件が得られ、そしてその対応は1対1であるというふうにみなすわけです。なので、 集合を考えることと条件を考えることが全く同じなんですね。そういうことを強調したくって、今までこう散々パラ111から122までずっとそういうような哲学の下でやってきたわけです。なので、いろいろね、分配法則とかもあえてこうごちゃごちゃしたものを書きましたけれども、実はこれが言いたかったからなんですね。こういうようなことが実は成立するということを背景に全て語ってきたのでした。まあ気になる方はもう一度見てみてください。なんかこうしっくりくるところがあります。数学は二度学ぶというようなことがありますからね。というわけで、 いいでしょうか条件と集合というのは明大ではないですよ条件というユニバースを考えるもの集合というユニバースを考えるものが実は1対1に対応するということ是非とも押さえておいてくださいというわけできちんとこういうものの性質を見ておきましょう。 はい。というわけで、条件と集合の対応関係見たわけですね。心理集合対応、そして属するという対応で見たわけです。このもとで、すべてを今まで学んできたようなことを見ておくと、非常に見通しが良くなる。まとまるので、ぜひとも見ておきましょう。表にしておきました。条件 P と Q というのがあったときに、その心理集合を P と Q としましょう。こういうふうに与えられるわけですね。こちらを与えてこちらを与えると思ってもいいし、こちらが与えられてこちらを得られると思っても構いません。で、何を、まず、この方が見やすいかもしれませんね。 p と q を両方満たすような心理集合を考えてみるとそれはこれとこれの共通部分ということになるわけですね。これ両方とも満たすということですから両共通部分に対応するわけです。またはもそうですね。このまたはというのはま合併に対応するわけです。で否定もそうですね。px を成り立たせないような弦を取ってこいという意味ですからこれの補集合になっているということも面白いでしょう。これはまさにこの対応ですよ。ここれはこう来て、 それの対応を考えると実はこう言ってこう行くのと同じだということですね。まあ、果敢だというようなことです。対応関係をこうやって本当は得られるはずなんですけど、それは実はこう言ってこう言ってもいいし、こう言ってもこう言ってもいいということを対応しているわけですね。そして記号として僕たちは、この辺はまあ似たようなものを使っているけど、まああくまで違うんですね。で、否定についてはこれ全く同じような記号を使ったのは実はこういう理由から来ているんです。この対応関係のもとに全て記号が設定されているということなんですね。で、 こういうものは物の対応関係。まあ、ならばの対応関係、後ほど見ますけれども、この否定と、かつと、またはと、ならば。ならばがやっぱり重要なんですけど、質学ではね。それは後ほど扱います。関係さえ対応するということを見ておきましょう。例えば一つだけ挙げておきます。いろいろ全部書いても仕方ないので、これいわゆる、ド・モルガンの法則です。P かつ Q の否定というのは、P でないまたは Q でないということでしたけれども、これはまさに集合法の方の対応関係になっているわけです。こちらで成立するから、こちらで成立するし、こちらで成立するから、こちらでも成立するということなんですね。 で、最後にこの概念の方を見ておきましょう。px ならば qx。まあ、すべての x に対して px が成立するのは qx が成立するということは何に対応するかというと、p は q の部分集合であるということに対応するんですね。これはなかなか面白くないでしょうか。このすべての x に対してということは気をつけてください。このすべての px に対して px が成立しているのであれば、qx が成立しているということですから、px を成立させるのであれば、qx が成立する。この部分集合対応なんですね。で、一般にこの px ならば qx という、 もの、こういう命題も別個にありますよね。まあ条件なんですけど、こういう条件を考えると、まあこれは条件で心理集合を考えられるはずなんですけれども、これについては発展補足項目回したいと思いますちょっとね、ややこしいので、まあ一般にこういうふうに書いたら全ての X でって数学ではよくね、あのなんか普通ね、こういうふうに書いたりするじゃないですか。これってなんか別に N について何も言ってないけど、まあ正しいと思うわけですね。本当はここに2のが入っているんですけど、こういうことはあまり気にしないので、高校数学とかではね。まあその辺は応用に、これをはまあこういうふうに対応してもいいんですけど、本当はこうですってことはちょっとだけ注意したかったんです。というわけで、 でまあ、この辺についての細かい話をは発展遅刻項目見てください。というわけで、条件と仕様が完全に一体作をしたということ、これがいかに嬉しいことかということなんですね。これがどれぐらい嬉しいかということは、まあ、やはり発展遅刻項目で、ちょっと、あの台数方程式を解くとか、奇跡と領域の話が、実は全てこういうところから来るという話をしておきたいと思いますので、興味のある方はぜひとも見ておいてください。まあ、事実としてはこれぐらいで押さえておけば構わないということですね。というわけで、ここ面白かったと思う方はぜひともチャンネル登録、高評価ボタン、よろしくお願いします。では次の動画も見てください。さよなら。